1月中旬なんですけど、日本のね3月4月くらい暑くて、今19度あります。最高。今日は部屋の掃除をしてるんですけれども、空間の匂いのやつ、バス&ボディーワークスで売ってるんですけど、これ1ヶ月くらいで使い切っちゃうので、このように空になるので取り替えます。諦めます。クリアランスセールがあって、これ普段結構高いんですよ。普段こんくらいの値段なんですけど、この時セールで2つで5ドルでした。匂いが違う。あ、これめっちゃいい匂いだ。バニラ&ムスクにします。リビング、もうすっごいいい匂い。こんな感じで、サンドボディーワークスは多分お土産とかでも日本人の人にね、ハンドジェルとかハンドソープとかすごい人気だと思うんですけど、この匂いのやつもすっごいおすすめです。そのスティックタイプのやつよりも全然匂いの広がりが違う。これコンセントに挿します。今からちょっとお出かけに行ってきたいと思います。ノードストームラックにやってきました。ノードストームのアウトレットです。空が今日も綺麗。ノードストームはですね、マイケル・コーズとか、あとマーク・ジェイコブスとかも安いアウトレットのが売ってます。このバッグとかは325以下169とか、リュックも売ってたりとか、 51% オフで109ドルとか、かなりお安いですね。これとかかわいい、ちっちゃくて、これ何も入んないようなバッグかわいい。これなんか70ドルで売ってる。クリニックも売ってます。あ、これは化粧落とし51ドル。あ、これ私使ってるやつだけど安くなってないな。とか資生堂もあったりとか、ヒールズもあります。カラフルで可愛いな。ラブリーすぎるか。でもこれ219だったのが89ドルで売ってます。カルバンクレインとかも、これはいいな、なんか落ち着いてて。これもやっぱブランドものだから100ドルもするけど、いいね。あとこういうね、こういう透明の花瓶が欲しくって、なんかこれ12ドル。こういう風になんかバランス見て買いたいな。ちなみにこういうナイキの赤ちゃんの服とかもめっちゃ売ってて、ほらすんごいある。大人用もナイキアディダス含め結構幅広くあります。ノードストームのアウトレットがね、一番見て楽しいところですね。最近流行ってるオンっていうスイスのブランドの靴があるんですけど、このブランド、このオンもね、ここに実はねいっぱいあります。こう値段は140が89になってる。5かもある。5か
これも140が99になってる。でも他はねかなりあの色が売れ残ったのかなっていう感じの、アウトレットだからそうなんですけど、派手な色が多いです。そ焼きっていう代物を発見しまして、なんかトレーダージョーさんそ焼きって書いてあるから、多分すごい日本を意識してる。この3って何、これ日本のものだったら3ってつけてくれんの、なんなんだろうこの3は今日の夜ご飯を作っていきたいと思います。